キングプリンスファンミーティング工学転売の背後にある現象とは、キンプリ、キングプリンスの再始動後、橋山長瀬角による二人体制がスタートしました。彼らの最新シングル、何者が大ヒットを記録し、7月2日にはグループ初のファンミーティング、キングプリンスと打ち合わせが東京有明アリーナで開催されました。しかし、 ファンミーティングのチケットが高額で転売される現象が起きてしまいました。一体なぜこのような事態が発生したのでしょうかファンミーティングのチケットは、ニューシングル、何者のファンクラブ限定バージョン、デアーティアラ版に応募権利がついていたもので、ジャニーズショップ公式オンラインストアで予約受付が行われました。一人につき一回のみの応募が許され、購入先やファンクラブの登録情報が異なる場合は応募が無効とされていました。 アリーナクラスでの2公演という限られた席数に対して多くのファンが参加を希望したことから当選者はごく一部でした。当選発表後、オークションサイトなどで当選権利が高額で転売される事態が発生しました。もともと定価1650円、税込みのチケットが時には20万円から40万円台の価格で出品されることもあったといいます。なぜファンミーティングのチケットが高額転売されるのでしょうか その背後にはいくつかの要因が考えられます。供給と需要のアンバランス、キンプリのような人気アーティストのファンミーティングは希少性があり、多くのファンが参加を希望します。しかし、会場の収容人数には限りがあるため、希望者全員にチケットを提供することは難しいのです。その結果、需要を超えるほどのファンがチケットを求めるため、市場価格が高騰してしまうことがあります。 コレクターとしての価値、一部のファンは、チケットを所有することそのものに価値を見出しています。アイドルのイベントに参加することで、貴重な思い出を作るとともに、コレクターアイテムとしてチケットを保管したり、自慢したりする楽しみがあると考える人もいます。そのため、高額での購入を厭わないファンが存在するのです。マーケティングと人気拡大、高額転売の話題が一部のメディアに取り上げられると、 それがさらなる注目を集めることがあります。これにより、一般の人々も金プリに興味を持ち、新たなファンが増える可能性があります。マーケティング的な側面から見ると、一時的には高額転売が広報効果をもたらすことがあるかもしれません。しかしながら、高額転売が生じる現象は、本来のファンへのサービスを損なうことになりかねません。アーティストや運営側としては、公正なチケット販売を実現し、 できる限り多くのファンに参加の機会を提供したいと考えていることでしょう。他方で、オンライン配信などの新しい形式も取り入れることで、より多くのファンがイベントを楽しめる機会が増えるかもしれません。キンプリは、キングプリンスと打ち合わせの生配信も行い、ファンクラブ会員やジャニーズファミリークラブ会員向けに視聴チケットを販売しました。見逃し配信も行うなど、ファンへの手厚いサービスにより、 多くのファンが感謝していると言います。また、ディアーティアラ版の予約受付が終了し、新品の入手が難しくなっていることも、高額転売の要因として考えられます。このような状況下で、プリマープリメルカリなどで新品 CD のプレミア価格が形成されることがあります。結論として、キングプリンスのファンミーティングチケットの高額転売減少には、供給と需要のアンバランスやコレクターとしての価値、 広報効果などが影響していると考えられます。アーティストとしての人気拡大とファンへのサービス向上を両立させるために、より公正なチケット販売システムの構築や、オンライン配信などの新しい形式の活用が求められるでしょう。